人口およそ800人、漁業が基幹産業の鴨江内村です。先週、穏やかな町の雰囲気が一変しました。村長選挙に現職の高橋正幸さんと脱原発を掲げる瀬尾秀幸さんの2人が立候補、実に36年ぶりの選挙戦となったのです。文献調査終わった後どうするんだということでございます。決めるのはね、私じゃないです。村民の皆さんです。核ごみの問題について4年間で必ずくさびを打ち込んでまいります。争点は原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のごみです。液体をガラスで固めて地下深くに埋めることになっていますが、いまだに処分地は決まっていません。鴨江内村ではおととし11月、全国で初めて最終処分場の建設につながる文献調査が始まりました。最大20億円の交付金が得られますが、次の概要調査に進むかどうかが焦点となっています。村で喫茶店を営む木滑裕太さん、6年前江別市から移住してきました。男の子です。男の子、はい、去年の秋には長男が誕生。村の活性化には調査が必要だと考えています。高齢化が進んで人がいなくて仕事がなくてお店もなくなっていった、現状が今鴨江内だから、過疎問題を解決するような一つの日本になるような。一方、村民からは不安の声も聞かれました。不安ではありますね。文献調査だけで終わるのか、それとも次の工程進むのかっていう、多分大きな問題だと思うんですよね。同じく文献調査が進んでいる寿都町では、住民の間で賛否が分かれ、町を二分する事態に。これ以上鴨江内村を小さくしてはなりません。地下に埋めますと。しかし鴨江内村で反対の声が大きくなることはありませんでした。背景にあるのが泊原発です。村は原発の周辺自治体として40年ほど前から国の交付金を受け取ってきました。今年度分はおよそ1億6千万円。交付金で建てられた施設も数多くあります。そこもね、いろいろと何かにと理解してますね。それからずっと北電とは付き合いしてますので、だから反対とかそういうのはないです。めでたく合格しました。万歳万歳。結局、村長選では現職の高橋さんが瀬尾さんを大差で破り、6選を果たしました。肝心なことはね、住民の皆さんのご意見をきちっと集約できる方法を取るということです。歓喜の輪の中には、寿都町の片岡町長の姿も。共にこれから尻部市の発展、また、鴨江内の発展のために共に頑張りましょう。おめでとうございます。どのような感じになりますか。報道陣には無言で去る片岡町長。いずれの町も次の調査に進むためには知事の同意が必要ですが、鈴木知事は一貫して反対の姿勢です。一つの町町村でですね、そういった問題を考えるというよりは、国が主体的にですね、考えていくべきことだというふうに思ってますので、今のやり方というのは課題がある。わずか600余りの票が日本全体の問題を左右しようとしているのが現実です。喫茶店を営む木滑さんです。夫婦揃って高橋さんに投票しました。
一昨年と今年とか去年と今年とかで選挙が、まあ、核のゴミの施設っていうのは一つの手段なので、未来のことを言うとそれに伴って必要なのは常に人口増加。どうして反対をするのか、まあ、それを受け入れるのかっていうところをきちんとまあ話を聞いて冷静に判断ができる環境っていうのを大人がと整えてあげないと。村は新年度予算案に調査の交付金およそ7億円を盛り込む予定です。核のゴミの恩恵によるまちづくりが本格化しようとしています。核のゴミが安全になるまでに10万年かかると言われています。交付金と引き換えに小さな町がこの問題を背負うことになるかもしれません。その現実に私たちが目を向けているか改めて考える必要があります。